どうもおこんにちは。可愛いことで有名な徳島現代史協会の静葉ちゃんでございますけれどもね、この前ね、現代史協会の事務局長がね、ブログにこれを載っけろっていうことでね、100冊以上も刺繍持ってきてくれましたね。いっぺんにもうてんてこまいまあそれはともかくですね、まあ、今回久しぶりの試食レビューということで、今回はこちら、日清のとんがらし麺の、麺まで旨辛とんがらし麺ビッグ激辛魚介豚骨というのを試食させていただきます。ここにね、辛さレベルの目安って書いてますけどね、ピリ辛、中辛、辛口調辛、それから5段階、激辛5オーバーと書いてますけれどもね、こういう表記他の辛いやつではなかったよね。この表記って本当参考になるの？これ他のインスタントラーメンにこういう風なのなかったでしょ今まで。日清さんさ、後ろにね、うまいよ、辛さもうまさもビッグだよ、うま辛、うま辛ズキンって書いてあるね。なんかそういう風なキャラクター作ったんだね、多分。これね、中身っていうか、この写真やら見たイメージでは、カラカラウオってやつをね、あれをそのイメージしてるんじゃないかとは思うんですけどね。ここにね、超絶激辛パウダーだって。こんなのもついております。それから、何？お召し上がり直前に入れてくださいって書いてますね。で、作り方が、どこだ？作り方どこに書いてある？これか。蓋をして3分ますか？そうですか。はい。で、エネルギー表記の方が499キロカロリー。アレルギー表記の方がですね、小麦乳成分、豚肉、鶏肉、サバ、大豆、ゼラチンとなっております。ゼラチン？ゼラチンが入ってんだ。まあ、とりあえず今から作っていきますね。よっこらしょ。はいっと、ほんじゃ、よっこらしょ。これで3分、待ちます。まあカメラワークの事情でですね、このカップ麺の中身をお見せすることはできません。そのままでご了承ください。はい、それでは3分経過しましたんでね、今から開けて食べていきます。もう相変わらずね、真っ赤ですね、真っ赤。よいしょ、ね、でこれをまず最初にかき混ぜてですね、もう見た目はね、一般的なその辛い味噌ラーメンっていう感じかな。ともかく色がね、オレンジ色のスープですね。んで、それからこちら、超絶激辛パウダーというのをね、入れますけれども、何こちらからからでも切れますか。じゃあこれでここから、おお、そうなんで切れたね。これをパラパラっと、これね、本当カラカラゴっていうやつに出ていたパウダーみたいな感じですよ、本当。でもこれ唐辛子の粉なんじゃないかな。好みに応じて入れてくださいって書いてあったんですけどね、袋。まあとりあえず全部入れました。はい、もちろんこれを食べるのは初めてです。まあ唐辛子麺って言ったら毎年出るんですけどね、それぞれ違うフレーバーで出ておりますけれども、今回はパッケージを見た限りではカラカラをイメージしてるんじゃないかなっていう風な感じではありましたけどね。では、いただきます。はい、麺はね、普通のその縮れ麺っていうかな、インスタント麺と同じような感覚なのかね、これは。で、この中に唐辛子が練り込まれてるそうなんですけどね。あんまりね、その先入観っていうの持っちゃいけないとは思うんだけれどもね、こういう風なものを食べるのは辛いだろうなとか、そういう風なことを思いながらね。
先入観を持っちゃいけないっていうのは分かってます。分かってる上で言わせてもらうと、レベルの下がったカラカラウオ、そんな感じですよ。これ麺はね、カップヌードルの麺とよく似てますね。よく似てるんだけれどもね、似てるっていうだけでやっぱり食感やらは違いますよ。多分唐辛子練り込んでるからかな。ものすごくね、プチプチ切れやすいっていう感じかな。そういう風な表現でいいのかね。これ弾力はまあまああるんだけれども、でも切れやすい、そんな感じです。で、味の方はね、やっぱりカラカラウオによく似てる。で、そのカラカラウオのその粉っぽい感じっていうのもわずかに含まれてるんだよね。まあそれよりカラカラウオよりも食べやすいけれども、辛さも抑えられていて、で、だしの粉っぽさっていうんですか、あれも控えめになっているっていう、そんな印象ですよ。まあこれぐらいの辛さだったら、まあ私だったらね、まあとりあえず普通に食べられるかなっていう感じ。ということで、ごちそうさまでした。ちょっとお行儀悪くね。で、これね、辛さを抜きにして考えるんであれば、まあ普通。で、ともかくね、この麺の食感がね、ちょっと特殊ですね。一般的なスナック麺とはまた違う食感にはなってて、微妙に違う食感になっててね、それが戸惑いがあるんですよね。噛み切りやすく、まあ喉越しもまあいいんだけれども、でもほんとね、カップヌードルに結構近いような、そんな麺の感触ですよ。それでね、辛さの方なんですけれども、これはもうまずまずといったところ、まあそんな辛すぎもしないかな。まあ後になってヒリヒリするところちょっとあるんだけれども、でも本当ね、繰り返しますけれども、カラカラウオのカップ麺よりも控えめになった辛さと、それとその粉っぽさという感じでしたね。まあどういう表現したらいいのかな。でも後じゃ、まあカラカラウオに比べたらやっぱりさっぱりしてる、わずかにね。だからね、ほんと中途半端にレベルダウンしたカラカラウオっていう感じですね、これは、でも食べやすいですよ、カラカラウオよりもね。だからカラカラウオを挑戦してみて、これ食べきれなかったっていう方には、もしかしたらちょうどいい辛さなのかなと思います。あれよりも辛くはない、そんな感じです。で、全体的にやっぱりあっさりした感じですよね。ちなみに私がもう一度これを食べたいかどうかって言われたら、微妙かなという表現をさせていただきますけれどもね。まあ一度食べてみることはいいと思う、一度食べてみようと思うのはまあいいとは思うんですけれども、個人的にこれはちょっと2回目はないですね。なんで2回目ないんだろう、ちょっと違和感があるからかな。
でもまあ食べてみる価値は十分あると思います。辛いものが好きな方はね、これでしたら普通に美味しく食べることができると思いますので、まあ、辛いのが苦手な方はもちろん避けた方がいいですけれども、まあ、辛いのそこそこ好きだよっていう方には、まあ、十分美味しく食べることができるインスタントラーメンじゃないかと思われます。ということで、ごちそうさまでした。ひずはちゃんでした。はい。